私がまだ6つか7つの自分でした。ある日近所の天神様がお祭りでしたので、私はばあやにせびって連れて行ってもらいました。急ごうよ。大丈夫ですよ。それより迷子になるといけませんから、婆屋から離れないようにね。うん。天神様の境内は大層な人手でした。大遅れのないように、色が変われば味わいも骨変わります。まず最初に挙げますのが備前の名産水蜜と紀州じゃ二十歳のべっぴんさんが朝から晩まで絞りの手ぬぐい、ほっかむりで絞り上げたみかん入り、台湾のバナナ入り、青森県はリンゴ入り、甲州名代のぶどう入り。さあ、最後に挙げますのは信州松本名産のお仕くだされ閻魔さん、頼めど閻魔は聞き入れず、シャバで悪事をした人は両張り鏡に映されて、地獄の向かいは火の車、六道の辻となるなれば、こちらに行けば極楽か、あちらに行けば地獄かと迷いに迷ったその人は、三途の川やしで生津河原に来るなれば、行こうよ。ババが待ち受けて、私はばあやに手を引かれ、あっちこっちと見て歩くうちに、ふと社の裏の空き地に大勢人が集まっているのを見つけました。あれは何？さあ何でしょうね。お立ち会いの皆様、私は皆様方のお望みになることならどんなことでもしてご覧に入れます。大江山の鬼が食べたいとおっしゃるお方があるなら、大江山の鬼を酢味噌にして差し上げます。足柄山の熊がご入り用だとあれば、すぐここで足柄山の熊をお椀にして差し上げます。それならじいさん、梨の実を一つ持ってきてくれ。梨の実でございますか。しかし今は冬ですから、梨の実はまだ。しかしじいさん、何でもいいから取ってきてみせると言ったじゃないか。せー、無理だろ。しかしそう言ったんだから。そうでしたな。それでは梨の実を取ってきてお目にかけましょう。いや、この寒空ですから、この土地で梨の実を手に入れることはできませんが、しかし私は今梨の実がたくさんなっているところを知っております。それはあそこです。あの天国の庭です。では、これから天国の庭へ行って梨の実を一つ盗んでまいりますから、どうかよくご覧になっていてください。梨の実を取ってくるんだ。いやだよおじいちゃん、もし縄が切れて落ちたら僕死んじゃうよ。行くんだ。いいな、おじいちゃんが行けばいいんだけども、私はちょっと重すぎる。お前なら大丈夫だ。いやだいやだ、勘弁してよおじいちゃん。
子供がどんなに嫌がってもおじいさんは聞き入れません。仕方なしに子供は泣きながら縄につかまり、やがて猿のようにそこを登っていきました。人々は子供の消えた空をいつまでもじっと見上げておりました。すると間もなく、ほら皆さん見えますか。これが天国の庭になっていた梨の実です。食べてごらんなさい。今登っていった私の孫も。おお、私の孫は天国で梨の実を取っているところを番人に見つかって首を切られたのです。かわいそうに、私はどうしてこの子をあんな恐ろしいところへやったのだろう。皆さんはなぜ梨の実が欲しいなどと無理なことをおっしゃったのです。おかげでこの子はこんなむごたらしい姿になってしまいました。孫でございます。私はどこへ参るにもこれを連れて歩きました。もう今日からは私一人になってしまいました。もうこの商売もやめでございます。これから孫の弔いをして山へでも入ってしまおうと思います。どうか皆様、孫はあなた方の注文なさった梨の実のために命を落としたのです。弔いの費用を多少なりともお恵みくださいまし。これを聞くと見物の女たちは一度にわっと泣き出しました。そして大抵の人は財布の底をはたいてじいさんに渡してやりました。私のばあやも巾着にあるだけのお金をみんなやってしまいました。ところがお金を集め終わったじいさんは、坊主坊主、早く出てきてお客様方にお礼を申し上げないか。私がまだ6つか7つの自分。
天神様のお祭りの日のことでした。